八戸町中広場、町庭は、青森県八戸市三日町にある町中広場。2018年7月21日開業。株式会社工業閣により、レックの松和ビルと丸松の八戸ビルが再開発されて運営されている。その後、八地との連携により、中心市街地活性化の効果を引き出すことが期待できることから、八戸市も、 再開発に三角。六日町側を、公用閣が商業ビルとして、三日町側を市が公園、公共空間として整備することとなり、事業が進められた。2016年開業のガーデンテラスと隣接しており、三日町から六日町に通り抜けできる仕様になっている。コンセプトとされた町庭が愛称として採用されている。庭のような役割を担う、 街にはおコンセプトとしており、動線確保の模索、回遊性の向上、周囲への効果波及を促す新たな拠点を目指した。施設は全面ガラスで覆われた空間となっており、広場内には休憩、観覧用のデッキを備え、また一階の大型スライドガラスを開放することで、春から秋は風が通り抜けるオープンエアの空間として、冬は大型スライドガラスを閉鎖することで、 より自然を感じられる、機械空調のない、憩いの空間となっている。なお、先行例である、富山市のグランドプラザや長岡市の青尾長岡に、比べて、壁面を多く取り入れ、スライドガラスで、閉鎖可能としたのは、富山市、長岡市と八戸市との緯度の差で生じる厳しい陶器の、寒さを勘案したものである。八戸町中広場、町庭にて、 八戸三社大祭の出汁を展示している様子休館日は基本的にないが機器の保守点検で休館になることもある。八地及び町庭の利用申請登録は共有となる。計画策定時から立地特性を生かした広場、通路空間としての整備を企画しており、ガーデンテラスと八といった周辺環境との連続性や相乗効果を意識している。 ガーデンテラスには、ヤフー、八戸ブックセンター、タリーズコーヒーなどが入居する。また、町庭の南面を横切る、路地空間、花工事の整備に向け、周辺の地権者による協議会が設立されている。なお、当初は、ガーデンテラス2階と、町庭2階を空中通路で結ぶ構想があったものの、八戸ブックセンターの立地が2階から1階へ移動となったことから、 空中通路は採用されていない。ありがとうございます。